アブハジア沖海戦は、南オセチア紛争中の2008年8月9日、8月10日に、国海、南オセチア近海、アブハジア沖にて発生したロシア海軍、国海艦隊に属する。2008年8月7日より発生した、南オセチア紛争においてロシアは、グルジア軍の侵攻の受けていた南オセチア並びに、アブハジアの支援のため、ロシア海軍の国海艦隊を、 アブハジア沖に展開した。8月9日から10日にかけ、揚陸艦2隻を含んだ6隻で構成される、国会艦隊のタスクフォースが、アブハジアの首都、スフミエ、グルジア軍進行組織と、アブハジア防衛のために、兵員の輸送を行っていた際、アブハジア沖にて、グルジア海軍の艦艇5隻と快敵、戦闘になった。結果、グルジア海軍の1隻の小海艇が撃沈され、 一隻の小海堤が損傷した。この戦闘は第二次世界大戦後にロシア海軍が行った最大規模の水上戦闘であった。2008年8月9日、早朝、ロシア海軍国海艦隊に属する揚陸艦、セザー・リクニコフとサラトフの二隻がミサイルコルベット・ミラーシュト、対戦コルベット・スイズ・ダレッツ、総海艇、ゼレズニャコフ、 トルビニストの4隻を護衛につけ、アブハジアの首都スフミへ、ロシア陸軍空艇部隊兵員数百名と車両、装備などの輸送のため、ノボロシースク海軍基地より発進した。同日夕方、アブハジア、スフミ沖合にて、グルジアの軍港、ポッティより出撃したミサイルコルベット、ディオスクリア、トビリシと小海底3隻で構成される、グルジア海軍艦,艦艇5隻が接近。 ロシア艦隊側は、グルジア艦隊側に警告を行うが、グルジア艦隊は無視して、接近を続けた。これに対して、ロシア艦隊側は、ミサイルコルベット、ミラーシュに迎撃を指示。ミラーシュは搭載する、P、P-120 対艦ミサイルを一斉発射し、グルジア海軍小海艇、ゲオルギー・トレリを撃沈した。その間、グルジア艦隊側も、対艦ミサイルによる攻撃を、 ロシア艦隊側に行ったが、命中はしていない。ロシア側はこれを同海域付近に展開していた、別のタスクフォースに属するミサイル巡洋艦の S-300 回フォールトによる迎撃のためと発表している。残った4隻のグルジア艦はなおも接近を続けたが、ミラー種が、小海底の1隻に、対空ミサイルによる攻撃を行い、損傷を与えたことで撤退した。翌、 8月10日、輸送任務を終えたロシア海軍、タスクフォースは弾薬を消費していた、ミラー種に代わり、対戦コルベット、カシモフを加えて機とについていたが、アブハジアの沖合にて再度グルジア海軍艦艇より、対艦ミサイル攻撃を受ける。これに対して、タスクフォースは、各艦が装備する 4K33、オサー M 対空ミサイルで迎撃、回避に成功し、 損害を受けることなく撤退した。ロシア海軍に対して損害を与えられなかったグルジア海軍艦艇は母校であるポティコーに帰還。その間、ロシア軍はグルジア海軍の無力化を決め、最後に攻撃を受けた2日後の8月12日、ロシア海軍国会艦隊の揚陸艦、サラトフ、ヤーマルに特殊部隊の正体を積載し、対戦コルベット、スーズダレッツを護衛につけグルジア、 ポチ港に侵攻。全く抵抗を受けなかったロシア軍特殊部隊は、港に停泊しているミサイルコルベット、ディオスクリア、トビリシを含んだグルジア海軍艦艇のほぼすべてを爆破工作によって破壊、撃沈した。これによって、グルジア海軍は戦闘艦のほぼすべてを失い、壊滅した。ありがとうございます。